こんにちは、即課塾の久保です。あの、2007年のことだったと思いますけども、2017年か、なんか暗号通貨の世界で、出川組っていうのがありましたよね。12月ぐらいに、出川哲郎さんがビットフライヤーの CM かなんかね、コインチェックかなんかの CM に出てきて、で、それにつられて、ビットコインなり、暗号通貨なり、i c o をたくさん買った人が、みんなしてね、 その後の暴落にやられたみたいなのを出川組って言うんですけども、なんかあれから数年経って今ね、なんと松本人志さんの人志組ってのもできようとしてるみたいですよ。松本人志さんが12月23日、だから明日からね、テレビ CM でビットフライヤーの CM をするそうなんですよ。で、これによってまたね、アフィリエートなり、ビットフライヤーの口座開設なり、暗号通貨の投資なりに参加する人いると思いますけども、さあ、これが出川組の再来になるのか、それとも、 松本糸毅さんは本物だったのかこの勝負の分かれ目なかなか見ものじゃないですか皆さんどうされますやっぱり買っときますかいやーどうしましょうかねうん確かに今ビットコイン500万を大きく超えて700万にいってそしてまた550万前後に今いますから買い時に見えるかもしれないですよねうん信じるか信じないかあなた次第えそれでは皆さんもね送り人目指して頑張ってみましょう 失礼します。